ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はシニアデビューフジロッカーによるフジロック2024ライブレポートをお届けします。以前から興味はあったもののなかなか機会に恵まれることがなく、今まで行くことがなかったフジロック、人生も終盤戦に差し掛かり、今回1日だけ参戦してきました。会場への移動はオフィシャルバスツアーを利用しました。当日参加者の方の集合も早く、道路も空いていたため予定よりも1時間半も早く到着しました。通常現地でチケットからリストバンドに交換が必要ですが、今回事前にリストバンドを送ってもらえたためスムーズに入場できました。このリストバンドは利用可能期間内であれば何度でも出入りできます。シニアフジロッカーの悩みの種としてはやはりお手洗い問題があるでしょう。当然山の中ゆえ数は限られているものの、それでもそれなりの数の仮設お手洗いがありました。他の利用者の方への配慮が行き届いているフジロッカーの皆さんはお手洗いをきれいに使われていました。そして食事ですが、有名な苗場食堂を筆頭に実にたくさんのお店がありました。簡単に食事を済ませた後、早速最初のライブです。レッドマーキーで北海道羅臼町出身、若干21歳の天才ギタリスト森大和さんのライブです。地味編を初めて見た時のような衝撃を覚えました。続いてジプシーアバロンで行われた夏川りみさんのライブです。自身のヒット曲なだそうそうや沖縄民謡のあざとやユンタ、ビギンのシマンチュの宝、花といった有名な沖縄の歌を歌ってくれました。そして再びレッドマーキーに戻り、今度はウィークエンドラバーズです。レッドマーキーには収まりきらないほどの大勢の人が集まりました。昨年志半ばでこの世を去った千葉雄介と中村達也が主催となって2002年に始まったこのウィークエンドラバーズ、感傷的なムードが時折流れながらもどこまでも前向きで情熱的な演奏が繰り広げられました。ウィークエンドラバーズ終了後、具合が悪くなりグリーンステージ近くのプライオリティテントに駆け込みました。ここで2時間ほど横になり、エネルギーを再びチャージしました。復活後のライブは長野県出身の実力派ロックデュオグリムスパンキーです。60年代70年代のテイストの色濃いグリムスパンキーは中高年世代にもとっつきやすいバンドです。続いてフジロックで2番目に大きいホワイトステージでのキム・ゴードンのライブです。キム・ゴードンは80年代前半アメリカロックシーンで一大ムーブメントを起こしていたオルタナティブロックの中心的な存在、ソニックユースのメンバーです。今年71歳になるとは思えないようなエネルギッシュなパフォーマンスを見せていました。そしていよいよフジロック2024のヘッドライナー、ノエル・ゲラガーズ・ハイフライングバーズの登場です。フジロックの歴史はまさにオアシス、そしてノエル・ギャラガーと共にありました。まさに威風堂々満を持しての登場です。前半戦は新作カウンシルスカイズを中心にハイフライングバーズの安定的なセットリストが並びます。中盤戦はゴーイングノーウェアを皮切りに Whatever, Little by Little とオアシスの黄金ナンバーが続きます。そしてアンコールには Stand by Me, Live Forever と続き、そしてオーラスはもちろん Don't Look Back in Anger です。まさにフジロックのフィナーレを飾るにふさわしい完成度の高いライブとなりました。
今回の来日で改めてフジロックの歴史には欠かせない存在であることを証明してみせました。燃えるゲラガーのライブが終わり、会場の客出しの曲として選ばれたのがジョン・レノンのパワートゥーザピープルでした。シニアフジロッカーにとっては過酷な初参戦となりましたが、何よりのねぎらいの曲となりました。会場からそのまま帰りの夜行バスの乗り場まで直行、しっかりとしたアテンドで無事に夜行バスに乗車できました。快適なバス車内でしっかりと熟睡し、無事に家路に着くことができました。今回の経験をしっかりと生かし、体力の続く限り来年以降も参加しようと心に決めました。最後にフジロックに興味がありながらもまだ参加したことのない中高年世代の方にアドバイスしたいと思います。まず服装や持ち物ですが、平たく言うとハイキングに行く服装や準備を思い浮かべるといいでしょう。現地には手荷物預かり所もあり、なるべく身軽に行動するよう心がけてください。また場内は傘の持ち込みが禁止で、カッパは必須です。防寒にもなるゴアテック素材のしっかりしたものがいいでしょう。今回私が利用したツアーバスが非常に便利だったため、他の皆様にも強くお勧めします。皆様ご承知のようにフジロックの入場料は決して安くありません。ですので元を取ろうと無理な計画を立てがちですが、初参加のシニア世代の方々は決して無理をせず、しっかりと休憩をとって楽しむように心がけましょう。若い世代のファンのように長時間立ち続けるのではなく、座りながらゆっくりと楽しむよう心がけましょう。折りたたみの椅子を持ち歩いている方も多く見受けますが、持ち歩きやセッティングで体力を消耗するためあまりお勧めできません。やはり小さなビニールシートが一番ベストな選択と思われます。あとは食料や水分も現地調達が鉄則です。当然割高にはなりますが、体力温存につながります。そして現地販売のものは環境に配慮したリサイクル品を使っているため、結果的にフジロックに貢献することとなるのです。長い歴史の中で培われてきたフジロックの文化、今回私は本当に多くのことを学ばせていただきました。ぜひ皆様もフジロックに参加し、多くのことを経験し、そして多くのことを学んでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。